エッチコンロ点火。エッチチ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 チ。ごめん、待った？私たち単身乗り込んで、私はごめん、待った？はい、ということで、どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。まさきアントゥさん DSOD ワールドバージョンが来ましたんで、本日も恒例行事、新キャラクター評価。こちらやっていきたいと思います。ちょっとね、数日家を上げていまして、評価動画が遅くなってしまって申し訳なかったんですけども、早速ですね、この DSOD ワールドの方のアンズさんについてちょっと話していきたいんですけども、ちょっと一個言いたいことがありまして、このこっちの方のアンズさんいるじゃないですか。この顔よく見ていただくと分かるんですけど、この顔見てね、この顔、これやってんな、これやってんな、これやってるよな、これもう目別人じゃない、これやってんな、こいつ、これイエス高須クリニックしてんな、これちょっと関係ない話からいくんですけども、まずですね、容姿評価からいきます。5段階評価、星5段階評価なんですけども、まずですね、顔、顔面、星5、素晴らしいですね、本当に素晴らしい。今やってんですけど、まあ、結構素晴らしいので、まあ、星5ですね。ポニーテールっていうのもまあ結構いいですね。髪型もいい。ポニーテールとシュシュっていう曲、いいよ。それから、脇ですね。敗北シーンの脇。あれはね、あれに関しても32時間はいけますね。脇ペロ32時間はいけます。まあ、ちょっとカーリー・渚選手は5時間だったんですけども、もうアンズさんに関してはもう32時間は余裕です。高評価。で、脇のガード、星1。脇のガードが甘すぎます。8フォー必須。そして、父の張り。これがじゃ星5。あまりにも張りのある父。弾力がすごい。乳首が綺麗そう。などの意見がありました。そして、絶対領域、えぐいですね。これも星5です。あまりにも、エロい。まあ、僕でも多目的トイレを利用するレベルです。私でさえも多目的トイレを、利用しないといけないレベルなんで、まあ、これは高評価。そしてパンツ見えそうレベル、星5ということで、総合容姿評価圧倒的星5ということで、ぶっ壊れ即禁止レベルでございます。そしてですね、ここからはちょっと真面目にいくんですけども、スキルと、レベル報酬のお話をしていきたいなと思うんですが、まずですね、スキルですね、固有スキルは、まあ、実践級のスキルはあんまりないんですけども、まあ、面白いスキルは多いですね。スキル結論から言うと星3です。まずですね、固有スキルから見ていくと、マジシャンガールズプロテクション、マジシャンガールモンスターが2体以上存在すると、自分の受けるダメージが半分になるよっていうスキルなんですけども、2体並べるのちょっとまあ少し手間なんで、まあ、強いですけど、そこそこ、まあ、そんな使わないんじゃないかなっていうこのスキルはね。で、マジシャンガールズ、これはね、マジシャンガールモンスターの打点がずっと永続的になんか100アップしてるらしいんですよ、いる状態だと。だから、相手ターン中にも上がっている絆の力みたいなイメージですかね、マジシャンガールデッキだったら。まあ、だから、まあ、上がんないよりはいいかなっていうぐらい別に2000が2100になったところでそんなに突破できるモンスターいないんで、そんなに関係ないかなって感じですけど。で、スタートアップマジシャンガールズ、これはね、周回とかにもしかしたら使えそうで、デッキにマジシャンガールモンスターが4種類以上入っていると初期手札にマジシャンガールモンスターが入りやすくなるっていうことで、ですね、まあ、周回デッキとかだと結構ね、レモンロックっていうのがあるんですけど、レモンマジシャンガールを出しちゃうともう相手が攻撃してこないっていうのがあるんで、 CPU の、頭がいかれてるんで、だから、まあ、これはもしかしたら使えるかもしれないですね。で、ということで、まあ、スキル評価的には、何が星3かっていうと、まずリスタート、それから、これ周回で使えるってことね。リスタート、それから、まあ、ディフェンスチャージとかライフチャージはいらないけど、アタックチャージ。まあ、これはまあそこそこ汎用かなって感じですね。アタックチャージは。と、あとは、LP 増強アルファ。と、あとは根性あたり。なんで根性覚えるんだろう。やっぱ単身そのアメリカに乗り込んだから根性あるみたいなこと？よく意味が分かんないけどまあ根性とかあるので、まあ、そこそこ汎用スキルがあるんですよ。まあ、やっぱこいつのこういうやつとはね、わけ違いますね。ほんとこいつとかもマジでやばかったんですよ。語彙力がちょっと欠如しますけど、やばかったんで、こいつとかと比較するとだいぶ汎用なんで、まあスキル的にはまあ星3くらいかなっていう。
まあ、やっぱねスキル案としてはね、やっぱね俺考えたスキルがあってさ、これあったら強いんじゃないっていうスキルがあるんですよ。スキル名はデュエル拒否って言うんですけど、スキル案ね、手札を全て捨てて発動できる。デッキから機械族、闇属性、レベル2のモンスターを手札に加え、自分はライフを1001回復する。このスキルはデュエル中に一度しか使用できないっていうスキル考えたんですよ。まあ、だからこういうスキルがねあったら面白かったなと思うんですけどね。はい、すいませんでした。で、次ですね、カードですね。カードの評価、結論から言いますと星4あります。星4、これ素晴らしいです。非常に。これ何が素晴らしいかというと、マスターページじゃねえや、ウィッチクラフトのトラップとあのモンスターが追加されてまして、ウィッチクラフト10機なんでさすがに強いんですよ。さすがにカードパワー強いんですけど、まあ、全然そのあのアンズちゃんに関係ないカードなんですけど、まあ報酬的な話をすると星4なんですよね。まずマスターピースっていうカードが結構ウィッチクラフトのなんだろうな、あの墓地効果が強くて、そのジェニーをデッキから特殊召喚できたりするんですよね。これしかも トラップカードなんで、スペルスピード的に相手ターンに発動できるんで、墓地のあのマスターピースも。だから結構これあの援軍とかでマスターピース落としたりとかするとすげえ強くてですね、だからこれ多分あの3枚とか2枚ぐらいは入るかなと思うんで、デッキにこれめっちゃ強いと思います。で、まあ、この辺はまああんまいらないんだけど、エーデルもね1枚くらいあるとやっぱ打点的に優秀なんで、あとその墓地の魔法使いを何でも特殊召喚できるっていうことで、まああのライラー特殊召喚したりとか、もちろんベールとかマサベールとか特殊召喚できたりとかするので、これ非常に優秀です。まあ、1枚くらい多分デッキに入れといていいんじゃないかなと思うんで、まあそういう意味で結構あの優秀ですね。まあ何があるかっていうと、マスターピースと、天空の泉とエーデルと神秘の中華鍋、一応これが3枚になったのかな、あのリンクスはね、くらいですかね。あと、あ、この後は、奇跡の降臨か、奇跡の降臨と、レベル35が、ローキューピットですね。まあ、ローキューピットは、まあ、そこまでやっぱ1枚なんでね、そこまでまあ強いかって言われると微妙なんだけど、一応ね、あのこのカードはこいつより高いレベルを持つモンスター以外のモンスターとの戦闘では破壊されます。まあ、つまりこいつよりレベル高いモンスターの戦闘では破壊されますよっていうことなんだけども、まあ、だからレベル上昇しちゃえばなんか戦闘無敵みたいになるんで、結構まあ面白い効果ではあるんでね。はい、そんな感じですね。というわけでですね、容姿評価、まあ、星5、圧倒的即禁止化レベルで、スキル評価、レベル3、星3で、レベルアップ報酬レベル4、星4っていうことで、総合評価星4です。星4、限りなくレベル5、星5に近い星4です。素晴らしいですね。この過去、この過去っていうか近年まれに見る高得点キャラだと思います。結構ね、いろんな意味で使えるんですよ。いろんな意味で使えるんで俺は何を言ってるんだろう、ということで、まあ、非常に素晴らしいキャラクターなんで、皆さんもぜひ、ね、ゲットしておいてください。というわけで、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。皆さんもね、多目的に活用していただけるように、私は祈っております。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。